千枚ずつ作ってる人。トップボール500円です。最初に築地に連れてってもらったのが浅草の宮古寿司の親方が、お前は魚のこと何も分かってないなって言って、ついてこいって言って、それで朝のあのに仕入れにですね、連れてきてもらったんですよ。最初はもうこの雑踏の中どうやってこう見て回るのかってね思ったんだけど、歩いてくうちにどんどんなんか面白くなってきて、ここに入ってきたらまあいろんな人がいるんですよね。もうなんか若い お兄さんばっかりだと思ったら、いえいえとんでもない、もうよたよた歩いてるじじばばも たくさんいるしですね、ちょっと体の不自由な人が自転車器用に乗ってあの走り回ってたり、そういう街って本来ならばそういうことなんだよなと思ったんですね。あの客は絶対この魚持ってったら喜ぶだろうみたいな、卸からね小売り、それから我々食べる側ってみんなつながってるんですよね。ここにはまだまだ僕の通った時代っていうのはあったと思うんですよ、つながりがね。豊洲に移ってそういう関係がねどんどん壊れていくっていうことが一番僕は嫌だなと思うんで。本当に懐かしいね。25年前。この間女房が今もう車椅子でね寝たっきりな、それこもって見せてお宅でこう写真もらったから、喜ばれてる、撮らせてもらったところで写真展っていうのは一番撮った人間には怖いんですよ。だからだけども やっぱり一等最初に見てもらいたいなっていうふうになって、もう随分年月が経っちゃったんだけど、本当に楽しい。例えばアパート住まい、マンション住まいでもね、隣の人がどんな人が住んでるかっていうのもわからないという、あえてそういうプライベートということでね、みんな今の都会の暮らしっていうのはそういうふうになっていくわけで、だけど本来僕たちのこう人間のね営みの中でやっぱり住んでる場所が同じとか、いつも出会う人が同じっていうのはどっかでこう声かけ合うようになるし、安心感みたいなのがあると思うんですよね。そういうのがどんどんなくなってるわけでしょ。だからそういう点ではここに来ると一遍とは言わずとも何回か通うと、もうその中に受け入れてもらえるっていうかね、そういうことが心地よいんじゃないかと思うんですよね。ずっとあんまり通ってこなくて、この写真展がすることになってから、たびたびまたこの築地の魚河岸の中を歩くことがあったんだけど、あまり変わってないなっていうのが嬉しかったし、今は本当にこう経済中心なんです、良くも悪くもね。で本来ならばオリンピックだって豊洲に移すことだって
そういう余計なものが入ってこないで、みんなで我々でこう作り上げていくんだろうと思うんだけども、行政が絡み、それから企業が絡みですね、それからそういう中で利権がこう動くわけですから、そうすると何か作り上げたものの中に我々が参加するということですよ。みんなセットされて、ちょっとこう変わった人とかはっていうのはみんなどっかに集めてこうしまうみたいな、その方が合理的だろうしね。だけどそういう人たちがいるということの大切さみたいなね、とっても僕はそのことを感じるんですよ。一つにまとめてしまうということの、つまらなさっていうかね、それはやっぱり生活することのをつまらなくしちゃってるわけですよね。この写真見てね、やっぱりかなりの人が気に入ってくれてんですよ。それでまあ年配の方はね当然だろうと思うんですけど、若い人たちが非常にね、やっぱりこの10年経つ前にはこういう街があったんだっていうことがね、やっぱりもう一度みんな楽しんで見てくれてるっていうことは、どっかでこう受け入れてくれてるんだなと思ったんで、そういう人たちに期待してですね、もういっぺん自分たちの住む町をもういっぺんなんかこうみんなで変えてったらいいんじゃないかと思うね。